違う、食いすぎによる倒れきてる。いや、いや、いろいろ考え事しちゃって今完全にオフでしたということは、あのちょっとグッズの紹介をさせていただきます。思ったより急に始まったから全然スイッチ入ってない。よくない、いいですか、すいません。よくないよね。はい、新しくですね、グッズを出させていただきました。はい、ありがとうございます。で、いつもよりも早めに、T シャツ出すことで、夏、ガンガン着れるめっちゃいいね。まあ、もう、暑くなるの早いじゃん。確かに確かに。もう冬も暑いし。てか、夏前から半袖なんてあってもいいからね。そうそうそう、だからもう、今です。出そうということで。まあ、これ、白の、この、T シャツ。はい。これの、この色と、黒が3種類あります。これ何色って言うんだっけ？カーキ？のカーキと、黒があります。かわいいよね。はい。デザイン普通にめっちゃかわいいと思います。こういう運転の仕方しちゃいけないんだけどね。ダメだね、これは絶対。だってこれ右ハンドルだとしたら絶対トミー手離してるからね。まあそうだね。左ハンドルか。左ハンドルだとしてもめちゃくちゃどう？長いけどね、その場合ね。楽しそうでいいですね。ちょっとこれ、僕らっぽい。相変わらずかわいい。アイドーム T シャツと、今回こちら。出た！はい、僕らの昔、うん、コンビ結成当初の写真ですね。あ、だいぶ前だね、それ。そう考えると、そう考えると、まあ、コントの衣装かな、うん、当時大学生です。当時大学生だったんですけど、大学で出会ったからね。そうね、あのこれコントの衣装だよね。あ、多分白血球の格好してんじゃないかな。あ、でも白血球俺がやったけどな。あ、じゃあ、なんだ、爆弾処理の、爆弾処理班ってこんな格好してるっけ。あと爆弾処理班も俺ね。基本的にキャラも全部俺がやってるから。勇者以外全部俺がキャラやってるから。いや、勇者もあなたもキャラやってるから、ね。キャラキャラなだけだからね。キャラ全部、こう見えて全部俺がやってるから。そう、ね。なのにツッコミ俺っていう。何っていう。まあね。神も俺だからね。そうね。珍味。珍味のコントやってる。そうだね、うん。見づらい。一回一番役難かったのが、時空警察。時空、時空警察俺じゃなかったっけ。いや、時空警察は僕です。パスポート4S だった。時空警察になるっていう。ああ、そっか、でもツッコミなんでしょ。ツッコミです。それは大学お笑いでしか通用しないね。いや、大学お笑いすごいんだけどね。うん、すごいけど、ひねってひねってひねっちゃってるからね、うん、あのその頃の写真がカンバッチになってる、はい、ありがたいですね。このデザインと、あの僕とカンタのバッチも可愛い大学の頃の写真、ね、はい、これぜひ。これ今めっちゃ人気だし。あ、そうなんだ。昨日あの発売して。つけとこうかな。これ全然つけていいんだ。これトミーのやつがいいな。いやいや、俺のバッチつけてたらおかしいでしょ。今つけるか。ちょっと、ね、安全にねやれるようにしとくの。言うの。あ、耳つけてあげるよ。いやだよ、開いてるでしょ。やるわけないでしょ。ここに俺やるわけないでしょ。俺の缶バッチやんない。最悪。ここにこう仕入れるし。これでいいんです。こんなもんです。はい。お、いいね。お、いいじゃん、いいじゃん。さすがにここにやるってボケはできなかった。あ、顔で顔をこうするみたいな。こうするっていう。まあでもそうするとね、免許取れない年齢の時のやつになっちゃうから。あ、そこで。この運転してるのに。すごく気になる。だって、あ、この年齢の時もう車やってたんだな。ダメじゃねってなっちゃう気がして。なっちゃうか、そんな。うん、YouTube って今ガチガチだ。3年目ぐらいで YouTube。このバッジと、はい、それから靴下、まあ、僕今履いてるんですけど、はい、履きすぎちゃってるんで、これ靴下って全然靴の下じゃねえっていうね、カンタが発明した一番面白い。それ俺全然手応えないから。一番面白い標語、靴下って全然面白い、靴下嫌なんだよな、それっていうのがあって、はい、でそれを靴下にする、はい、こちらもすごい人気だそうですので。ありがとうございます。これ黒と白あるんで、はい、こんな感じでね、あの一覧今載せておきますけど、価格もこんな感じになってます。価格がね、すごく上がっていてですね、あ、その中でできるだけ、ね、はい、抑えている値段でございます。ありがとうございます。チェックしてみてください。そしてですね、え、今日は三重の東海が来てるわけですよね。はい、なんで2部衣装どうするみたいな。あ、そうだね、話だったじゃないですか、うん、グッズにするかみたいな。うん、どうする、うん、なんかさっき意外とたくさん人来てくださって、そのフードコートで食べてた、はいはいはい、買う空気じゃねえかもと思ったんだよ。まあそうだね。まあちょっとあれなんだよね。その全員と写真撮ると大変になっちゃうっていうか、そのイオン側に迷惑かかっちゃうからっていうので、
取らないっていう話だったんだけど、小学生の時に小学生がお願いしますって女子2人組がもうこんくらい、もうこんぐらいの小ささの人が小さすぎない、来たんです。見えなくない、うん、で、あの、いいよって言っちゃったんです。そうだね、あ、まあ、それはもうね、なんかでも本当はね、あれなんだよね。そう、本当でもね、そんなことね、無理だったね、ね、YouTube やってないから。そう、でもできる限りこうしたんですけど、そう、その後いろいろ対応させていただいたんで、はい、言いすぎると人が集まっちゃうなっていうことで、じゃあ買いに行かない判断になったかなと思って。あ、え、判断的に僕買ってきました。いやいや、それでカンタが出ちゃってわーってなっちゃうから、僕一人で、僕誰も誰も話しかけられない。オス買ってきました。めっちゃ悪い俺。買ってきました僕。いや、ありがとう、ありがとう。いや、すっごい気に入ってると思う。めちゃくちゃふざけたんじゃないの。いやいや、本当にいないなとは思った。そんなことないです。レッドブル飲んでいい一回。なんで、なんで、なんで耐えられないわ。何が今からの負荷に耐えられる気がしてカフェインが足りてない。カフェインがあったら乗り切れるかもしれないけど、今カフェインなしだからこんな感じだし。でもな、レッドブル飲む、負けたって思われるわけでしょ。でもフリーだから、カフェイン入ってないか。いや、それシュガーフリーね。やめてるんですよ、今今日からやめてるんですよ。いや、昨日飲んでたじゃん。めっちゃ飲んでたんで。昨日いつもより飲んでたやん。昨日2缶飲んでた。今ね、ちょっとこれでかいのも飲んでたから、ね、で、撮影も取り替えになっちゃってるわ、俺の中で。ああ、ほんと今さっきまで飲みたくなかった。うん、今この、うわっって言う時に、頑張んなきゃっていう時にね、あれ、エナジー足りてないぞっていう発令が出てて、言ってたんだけど、こっからもう一区画来る時、俺これ耐えれるかなって。明日からにしようか。明日からやりたい。明日から関係ないで俺ら。半端ない。大阪半端ない。いや、大阪関係ないけど今。うめえ。行きましょう。いいですか。ちょっと買ってきた。まあ普通に、まあなんかパンダが見てた店だから普通に。本当？うん、ありがとう。あのさっきあそこ見たんだよね。うん。え、いいんですか。うん、え、でも可愛くない？え、めっちゃ良くない？そして忍者いいの？いや、いいですね。ガルフィー、ガルフィー、え、可愛いじゃん。可愛いですか。普通に来ていい？うん。え、なんか俺もっとむちゃくちゃなことになるのかな。むちゃくちゃだ。いや、むちゃくちゃだよ、むちゃくちゃだよ。一回来てみるわ。うん、それで様子見て、うん、どうか。あ、いいじゃん。仕事できて。芸風変えた？芸風変えた？仕事できて。アパレルやってる人？仕事できてその感じいいね。あー、思ったよりやばいわ。これもいいんだけど、なんか。これも。何これ？仕事舐めてそう。これで出たらね。うん、これで出たらダメじゃないですか。昨日もつけてブル飲んどいてよかった。キンジャリジャリ？キンジャリ。いや、買ってくれたのは嬉しいけどさ、買っちゃうとさ、これつつけないとさ、その日みたいになるんだよ。トミーの、せっかくトミーが一生懸命買ってきたの。そんなわけないじゃん。なんで？なになになに？これ取れねえ。これマジで取れないやつ。無理無理無理だった。指ちぎれそうになった。お父さんだよ。お父さんとして紹介すんな。君のお父さん。おいよ。最高だったけど。いや、なりきんや。イエーじゃん、イエー。これまずいよ、これ本当に。え、なんで？俺とこのイメージと違うじゃん。ああ、そう。いつも YouTube でチラッと見る人もいるんだよ、イオン。あ、その通りがいいんですよね。あ、水溜りボンド。俺って今そんな感じだってなるよ。お、カント、こういう感じなんだ。これ出てた時ってどんな空気になるの。うわぁ、間違いじゃん。
じゃない、そうなったとしたら。でも多分俺がちょっと狙ったのは、いやーってギリにならない、いやだよね、そのなんか、あ、トミーに買ってもらったんだっていう、そのなんかその本当に俺の心だけがずっと滑ってるそういうのみたいな、むしゃぶりみたいなのが来た今怖いやつが、ここ冷たいからか、まだ痒くなるかもしれないし、これもそうだね。ああ全然、ちょっと行ってみる、俺も買ってきてあげたいな。いや、いい、これで大丈夫なんでやり返すの絶対に許さない。あ、これめっちゃいいよ、似合ってるしな、ほんで、ちゃんとストーリーとかに載せさせてよ。いや、ダメ、先に出しちゃうなるよ、トミーに買われたみたいな感じ。いや、バカだよ、あなたもあなたもあなたもバカ。なんで別にいいです、あなたたちおかしくなっちゃってるよ。いや、俺は買いたくて、一部より先に行ったらダメなのよ、もう。あ、そうなんですね。焼肉で行っちゃダメなんだから。はい。まあ普通に素敵な服ですし、もちろんこれ変ではないですか。ガルフィーって昔ちょっとこういかつめの人の中でバズってたけど、バズってたのみんな来てたけど、うん、ちょっと一回下火になって、でもう一回またファッションとしてすごい、あの人気になってきた。俺別にこれで歩いても気づかれないと思うよね、今。なんで違うかなみたいな。違うでしょ。帽子持ってるから、別に帽子キャッチャーみたいにかぶってみる。いや、マジで相当いいよ。マジで相当いいよ、今。よくないよ。あ、そうなの。確か俺がいいって言ってるってことは、うん、トミーがいいって言ってることは世間の2歩先、2個先じゃないわ、うん、後ろ、後ろってか外側、うん、外側に出ちゃってるから、うん、ダメなんだよね。ごめん、ダンスレッスンしてるみたいになってる。俺が今喋りかけるすごい、でもダンスうまそうだよ。ダンスできないし、ダンスうまそう、めっちゃダンスできそうだよね。ダンスできそう、そういうなんか、そういう業界でやってきましたみたいな。ヒップホップのなんかアートとか、ヒップスプレーアートとか、うん、これスケボーとか、イオンに一人もいなかったの。何がこの状態の人、今日。あ、ほんと。うん、もうでもいいけどね。いや、これほんとに危ないと思うな。いや、ほんと、これ結構危ない域まで行ってると思うな。超えちゃってる。え、超えちゃいたいって気持ちも俺出てるのよ、その要は中途半端のこの状態で、うん、はい、どうもー、いやいや、これおかしいわけじゃないけど変じゃないわけじゃないけどねってなっちゃうじゃん。うん、そうだね。しかもたくさんの方が見てて、イオンの方にも協力していただいて、イオンで買ってるわけですよ。そうですよ。であれば、もうこうしちゃった方がなんかおかしいでしょっていう。こうでもいいわ。いや、もうね、おかしいじゃん。もう超えて一線を自分で超えて切ることでおかしいじゃんっていうの方がいい、はい。でもなんか柄が悪いっていうボケもなんか笑いづらい気する、その、はい、すっごいサラリーマンみたいになっちゃいました。まあ、だったらまだ分かるんだけど、そのことは考えたんだけど、いやなんかこっちの方がこっちの方がむずいんだよね。言いづらいかなっていう。言いづらいな、これどうしようかな。ワイシャツとかも考えたんだけど、うん、そしたらこうやってやったら分かりやすいじゃん。おかしいだろって言うんですけど、おかしいかっていうと、まあこういう方もいらっしゃるんで、いるんですあんたがあんまやらないよねっていう。俺がやんないだけだから、ファンの人は笑ってくれるけど、いや、それはもう本当にやらないよ。もうしまいにかぶってんのとかはもうちょうど状態の人ってなるからこれ非常に難しいわ、どうしようか。いや、まあそれでいいんじゃない。それ、いや、なんかめっちゃ変じゃないのよ、うん、そうだね、それが気になっちゃうな。短パンもあったの。でもそれやっちゃうともう結構いっちゃうなと思って。だから自分がギリ突っ込まないラインの服選んだってこと。そうそう。それがまずいっつってんのよ。カメラ回ったら突っ込まないかなっていう。プライベートで言ったらお前それおかしいよとは言うけど、カメラ回ったら今こういう人もいますからねっていうスタンスでいけるラインがいいかなっていう。しかもな、そのコアラの格好とかは、あえて突っ込まないんだけど、これ本当に突っ込まないラインでしょ。はい。舞台上でさ、いやいやいやって多分不発だぜそうだね、そうそう、もうヒヤヒヤするよ2人で、はい、でトミーはトミーで、いやこれ普通ですよねってなって、はい、そうだよね、あと俺らこれ普通に喋るんだよ、はい、大丈夫かな
いや、非常にピンチだと思います。まずいですよね。はい、なんか、策練らない。まあ、これで出るのは決定だからね。チャラいみたいな、そっちじゃないよね。の方じゃない方がいいんだよな。うん、ワックスでオールバックにする。ケープあるから、リーゼントとかにはできる。リーゼントとかにできない髪なのよ、俺が。いや、まあまあ、なんとなくできるよ。できるかな、それか、まあいいよ、別にそれは全然いいけど、それ見たいかなってなるけどね。いや、見たくないだろうね。でも全然、むしろそっちの方が本当に楽。まあいいんだね、これ出れば。これが一番辛い。普通だから、普通じゃない普通が一番嫌だ。いや、なんかそうやりたくなっちゃうね。こっちで行こう。まあまあ、どっちでもいいよ。地元のスケボーショーで来ちゃった。スケボー買っといてもいい。スケボー買いに行こうかもね。なんでね、地元のスケボーショーでか YouTuber なんだよ、思わないかな、見てる感じで2階から見る。本当に一生呼ばれないと思うよ。マジでこいつらめっちゃ押すし、なんか出番で出ないし。そうやな、でももう舞台に出たくないレベルです。いや、すごいやっぱいいわ、カンタこの服で買ってよかった。本当にありがとう。でもこれで、でもさ、出ていく。いや、まあ、普通に出ていく。どういうこと。普通に板付きでしょ。板付き。ずっと名店の場所で、名店板付き。じゃ暗転ないから、もう出落ちというか、もう落ちた状態で歩いてるみたいなでしょ。だから入場の時ずっと板付きで噛んでいるっていう。ダメだよ、名店板付き。ずんちゃんずんちゃんずんちゃん。だから後からトミー出てきて、俺が出てきて、こっちが変だわ。その場合普通に出てくるのおかしいでしょ。確かにね、ハードめっちゃ上がってね、ハードめっちゃ上がって俺で普通に出てくる、こんにちはって。怖い、どうしよう。まあいいんじゃない、それで一回やってみる。一回じゃあやってみて、本当に反省する。もうでも取り返しつかないよ。てか俺だから本当に反省するって言ってさ、治ったことあるっけ。でもこれ俺絶対違うんだよな。何度想像してもさっきの話の流れで、はい、俺出てくる時、ありがとう、今こうなっちゃってって俺が選んでる感じだし。それ俺あんま見られてないから。俺が選んでさ、ボケちゃったみたいな。ちょっとギリギリまで、それが触れないでいく。そのもう普通に遊びみたいなのしていいんだよ。普通に触れずに30分のタイミングで、いやおい、これ触れろよ。それ滑った時俺絶対滑るし、それ全然受けなかった時死ぬのよね。まあもう4系列できんだろうね、全て。じゃあ、トベーは本番、よろしくお願いします。お願いします。今日ツッコミで。何で